空が何色かってのあんたには大事なことかい？私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。服用機の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがなアビー、お前にも目にしてほしいんだ。あの上の方、成層圏の青黒い空を、その手で自由に操縦するコックピットから。だがな、じいちゃんが放ってよこした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい？西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんと、じいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり腕を鍛えられ、けれどフルツワモノらの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破れた。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。私まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。畜生、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章だが、海の向こう別の大陸の国じゃないか。彼は一斉に ISS なんか組んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。集まったか。落ち着いてくれ。静かにしてくれ。諸君らは国際停戦監視軍の一員として今日までこのユージア大陸の平和を維持してくれてきた。今日も
先ほど我が国際停戦監視軍のレーダーサイトに接近する所属不明機群を通報してきた。直後、当該レーダーサイトからの通信が一切断たれた。所属不明機による攻撃を受けたものと判断する。任務を伝える。このユージア大陸における停戦協定が十数年ぶりに破られた可能性がある。国際停戦監視軍フォートグレース基地飛行隊は本日をもって銃警戒序列に移行。出撃命令を受けた隊員は当該地域へ緊急飛行し、所属不明機の発見、捕捉、威嚇射撃をもって強制着陸せしめよ。もし敵から反撃を受けた場合は、その時には。なんだ、爆発か。おい、煙が上がってるぞ。攻撃を受けています。複数の所属不明機を上空に確認。上空に、バカな。北部のタンクファームが爆撃を受けました。負傷者多数。スクランブルだ。各機は直ちに離陸し、当基地へ攻撃を行う所属不明機を排除せよ。これは訓練ではない。レーダーサイトは依然沈黙。スクランブルだ。早く空に上がれ。狙い撃ちされるぞ。何が起きた。爆撃機が飛来、地図は不明。出るぞ。早く滑走路を開けろ。明治隊滑走路へ向かえ。ゴーレム隊テイクオフ。スカイキーパーとのリンクは完了。明治隊の離陸急げ。爆撃撃墜。
ますよ。たった一度の出撃で実力など上がらん。それに手柄などと欲張ったことを考えるな。ただ生きて帰ればいいんだ。隊長の意見に賛成です。ゴーレム隊、こちら HQ。 無人機は確認できたか？なぜ無人機にこだわるんです？ゴーレムマン、祈祷を執刀し報告せよ。以上。基地が被った損害は現在確認中だ。分かっているのは停泊中の空母アルバトロスが撃沈されたこと、来襲してきたボギーがエルジアのものだということだ。ユージア大陸各地に駐留していた国際停戦監視軍の他の基地も同様に襲撃を受けた。損害は大きい。初戦で受けた打撃を回復できず負ける戦争は多い。だからこそ迎撃に成功した意味は大きい。君たちが戦局を覆す存在になる可能性があるからな。よくやってくれた。